はい、どうもこんばんは。今回の講座になるわけですけれども、ちょっと一風変わったというか、早速なんでお披露目に行きましょうか。なんと、というわけでこちらがじゃーんということで、イケメンですねこれは。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。うん、というわけで今回ね、キューブ先輩新モデルお披露目と徹底解説という講座になっております。そしてこちらのモデルを、はい、デザインですね、制作いただいたのが仙崎誠先生になっております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてね、まあ一応なんですけれども、ライブ 2D 制作セリフモデリングって感じですね。ダウンロード期限が6月末までとさせていただきまして、一緒に見ながら勉強いただければ良いのかなと思っております。まあ、まずは角度 XY とかですかね。まあ、結構ね大きめに、可動域は結構大きいですし、しかも滑らかに見えますね。すごく特筆すべきところがあるとしたら、これはあの19段とかであかりちゃんのモデルでも使ってはいたんですけど、ちょっと横向いた時に耳の線を消すような処理も一応してますね。これはまあアートメッシュをですね、そのまま複製しまして、でマスク代わりに使ってるっていう感じですね。輪郭の方はですね、輪郭の塗りと線でパーツを分けてまして、グルーで 100% で繋いでおきまして、でこの線に対してマスク用の素材ですね、これをまあちょっと変形させてマスク用の素材として流用しまして、でこれの ID をこの輪郭のクリッピング欄に入れて、でマスクを反転させるっていう感じですね。あとは変わったところとしては、腰の Z とかをこうつけてますね。あー、なるほど。ちょっと何でしょう、重心が変わるような感じの動きなんですかね。そうですね、これもね、あの後ほどちょっと物理演算で使ったりするところをね、ちょっと解説できればと思っております。キングで言うと、この角度 X に合わせて腰を動かして、でちょっと遅れて体の Z がついてくるようなイメージでつけてますね。つまり顔が X で横に動くと、腰が横に動いて、それに体の Z がついてくる。そうです。確かにこうするとかなり動きがミックスされて、ただ横に向き直ってるだけっていう感じとはまた違った仕草というか、でまあ物理演算でちょっとね送らせることで、よりねちょっと柔らかさも出るかなっていう感じですね。イコライザーってやつなんですけど、この今僕があの配信で喋っているこの音声に合わせてネクタイのイコライザーみたいなやつが連動するやつなんですけど、これも実は物理演算で動かしてます。これも物理演算。おー、そうなんですよ。音声を拾っているというよりは、口の開閉を動かすと、なるほどですね、口が開くとそのパラメータもこうグッと上に上がるような、まあ、ちょっと上の輪っかも実はねちょっと点灯したりとかしてるんですけど、デフォルトの値はそのメーターが下の方にあるので、口の開閉が大きく動いた時だけメーターが上の方に行って、ゆっくり下に戻っていくみたいな物理演算がついてるんですかね。そうですね、一応こう一つ一つパラメータ分けてまして、で若干この一つ一つで設定を変えたりとかすることによって、この4つのバーの差が若干生まれるように設定してます。まずポーズの切り替えですね、触れていければと思うんですけど、まずモデルの構造ですね、まずジャケットですね、ジャケットをこう垂らすっていう動き、そう結構腕の動きにね気を取られて実はあまり気づかれてないかもしれないんですけれども、この状態で手を下げると、まあ、ちょっとねジャケットが破けていくみたいな、はい、という感じで、まあこれのね解説なんですけれども、まあ、まずこういうジャケットの切り替えっていうねパラメータがありますと。で描画順もね、はいはいはい、ちょっと皆さん気になってるかと思うんですけど、結構ね腕に関してはこの上に来てて、さらにポケットの下に入り込んでるっていう結構ね複雑な作りをしてるので、ここはですねマスクで削る形でちょっと擬似的に描画順を変えるような処理をしています。描画順にキーを打つというよりは、マスクで見えなくすることで隠れたように見せているっていう、最近よく見る表現なんですけど、この目のハイライトをあのまつげの上に置いておくパターン、こういう時結構ね瞬きさせる時どうしようってなるんですよね。下絵として閉じ目を考えると、やっぱりない方が自然かなっていう気もするんですよね。これの処理もねちょっと考えまして、閉じた時にこう自然に中に入るようなイメージで、ああはい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 、動きをつけました。作りとしては、ちょっと白目の中にはクリッピングしておいて、閉じた時に若干こう形も潰しつつ、こう白目の外にやるとこういう感じで見えなくなるので、こういう感じで動きをつけてます。まあ、このまつげ自体にクリッピングさせてもいいかもしれないですね。
普通のスピードで、まあ、綿滝してる分には結構自然に見えるかなという感じですね。